どうも皆さんこんにちは、通りすがりのです。本日の昼頃にですね、ツイッターブルーっていう、いわゆるサブスク機能がですね、追加されたんで、そちらにねついてちょっと話していきたいと思います。はい。でまずこのツイッターブルーなんですけど、どういう機能かっていうと、月に1380円払えば、ツイッターのねあらゆる機能が使えちゃうっていう、簡単に言うとそんな感じです。まあね、こんなバカみたいな、ツイッター信者、もうツイッターに毒された、ツイッターがないと生きていけないような、まあ情弱者ではないな、まあ、陰キャのためにある、やつにね課金するやつはアホです。はい。まあ、そんなアホがねいないと思うんでこんな感じで言ってますけど、まあ、今回俺はねそいつに課金したんで、はい、俺はツイッターに毒されてる、ツイッターがないと生きていけない、ゴミクソアホ陰キャなんで、今回はその機能についてちょっと喋っていきたいなと思っております。まあ最初の1ヶ月はねお試し程度に使って、それ以降はそれから考えればいいと思いますし、あとねこういう機能が出た時に、ただね表面上だけ見て叩く人いるじゃないですか、例えば今の自分みたいにツイッターブルーの課金機能はゴミとかね使ってもいないのに言うんすよ。そういうね人間にならないでください。はい。まず作品とかこういう機能を評価するときは自分が使ってからにしましょう。使わずにね、金も払わずに、叩くようなね人にはならないでください。はい。そういうやつが一番ゴミなんでね。てな感じで、本日はね見ていきましょう。まずこちら、ニュースが見やすくなる。はい。まあ、こちらはですね、話題の記事って押したら後で試す、フォローしているユーザーがツイートした、ニュースの記事について見れると。だからここを見とけば、あ、俺のフォロワーはこういうツイートに興味があるんだな、うん、ならこういうツイートしたらいいねいっぱい来るんじゃないかみたいな、そういう感じの能力ですかね、機能ですかね。うん、まあ、俺は別にいいね求めてないから、あー、まあみんなこういうの興味あるんだって程度で見ます。まあさ、どっちかって言ったらさ、正直もう、なんて言うんだろう、タイムラインでこういうの見れてるから別にいらないな。ゆっくりろさんいいねありがとうございます。いやいやいやす、はい。でこれも見れるんだけど、フォローしているユーザーがフォローしているアカウントがツイートしたツイートも見れますと。おもろいよねこれね。まあ、いずれフォローしているユーザーがフォローしているユーザーのフォローしているアカウントが見れますみたいな、そんな機能も横にアップデートで出るかもしれない。はい。で次が、こちらですね、特定の新機能をいち早く利用するという、まあ、今までツイッター社がね、無言で新機能をどんどん追加してたと思うんだけど、これからはまずツイッターに毒された、ツイッターに課金してる、ゴミクソ陰キャたちに新機能を体感させて、その反応を見て本格実装するっていうね。だからいわゆる実験体にされてるんですよ。月に1380円払って実験体にされてるっていうね、ほんと、もうどういうことみたいな。だからツイッターに課金してる人はもうどんどん、バカみたいな飲み会のノリで考えたんじゃないかっていうアホみたいな機能を追加されて使いにくくされると。まあね、ド M じゃないですけど、まあ、自分で課金しちゃったんでね、まあ受け入れてるってことなんですけど、まあそんな感じです。その中でも一番アホだなと思ったのは、長い動画をアップロードできるってことですね。なんでかっていうと、ツイッターって現段階で無課金の状態でいくと2分20秒の動画が上げれるんですよ。140秒ね。まあなんで140秒かっていうのは知んないんだけど、まあ、ツイートできる文字数が140文字だから140秒にしちゃえっていう飲み会のノリで決まったみたいな、そういう制約があるんだけど、ツイッターに課金するとなんと60分、3600秒の動画が上げれると。いやー、意味ねえよな。だって今の時代ってさ、TikTok とかショーツとか短い時間でポン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 見れる動画が流行ってんのに、まさかのツイートで60分の動画上げれますって言ってさ、誰が食いつくと思ってんの、マジで。2分20秒なら十分だろ。そんな30分、20分、10分でも長いな。本当に2分20秒がちょうどいいぐらいなのに、60分まで上げれますって言ってさ、誰が喜ぶんだよ、こんなの。うん。一つのツイートずーっと何十分も見ますかって話だよ。ツイッターのいいところは、タイムラインでどんどんいろんな情報を仕入れるっていうのがいいとこなのに、いやー、ちょっとわかんないですね。うん、本当もうイーロン・マスクわかんないです。はい。イーロン・マスク、わかんないです。はい。まあそんな感じですね。で、もう一ついいなと思った機能があって、これですね。まず、まあ、適当に、どうしよう。こういうツイートしましょう。はい。こういうツイートを
する、ツイートするボタンを押しますって押した時に、これツイート送信中っていう待機、時間があるんですよね。でこれ一見さ、今までツイートするを押しただけでツイートできてたじゃねえかって怒る人もいると思うんだけど、のんのんだよ、のんのんだよ皆さん。もしね、誤字とか写真にね写っちゃいけないものが写ってた時とか、ここでね取り消せるんですよ。ここで取り消したら編集画面に戻ると。いやー、これはね、いいなと思いましたね。たまに自分もあるから、ツイートするボタンを押しちゃって、あ、やべえと思って急いで遡って消すとかもたまにあるから、まあこれはちょっといい機能なんじゃないのかなと思うんだけど、別に課金しなくても機能実装すりゃよくねって思いますね。これに1380円の価値があるかって言ったらないです。はい。でもう一ついいなと思った機能があって、あってやってね、ありがとうって、まずこれ普通に、じゃあツイートしましょう、今すぐ送信、今すぐ送信をしたらいつも通りツイートされます。でツイートされました。で、このね点点点押します。そしたら一番、上から2番目にですね、ツイートを編集という今まで見たことないようなボタンがあります。でありがとうね、ありがとうございますにしたら、さっきのツイートがありがとうございますになってるっていうね。うん、いやー、これもすごいよね。でちゃんとね、秒数の横に編集しましたよマークがつくんですけど、ちゃんとさっきありがとうだったのにありがとうございますになってるっていう。あと下のツイートした時間のとこに最終更新という時間もね、出ると。バージョン履歴もね、ちゃんと間違ったなと思っても下に履歴が出ちゃうから恥ずかしいんだけど、まあそんな感じですわ。いやー、これはすごいよ。うん、これはね画期的だと思うんだけど、でも確かにこれはね、要因実装しちゃいけないなと思いましたね。うん、簡単に編集されたらさ、見てる側もつまんねえなと思っちゃうから、これは、課金機能で合ってると思うんだけど、1380円の価値があるかって言ったら俺はないと思う。はい。でその他がね、なんだこれは、ん、お、すごい、いろんな、あ、いろんな色にできるのこれ、え、マジで、マジ、アプリアイコンも、お、いろんなのにできるの、え、すご、すご、でも青でいいだろ別に、アプリアイコンとかどうでもいいだろ、あ、すごい、あの通知とかツイートするボタンの色がオレンジになってる、すご、これはいいね。いや、よくねえよ、今までの色でいいわ、アホ、ボケ、うん、いやいやいや、青でいいよ、アホか、ってな感じで、いろんなね無駄な機能が追加されて月1380円払える余裕のある人は使ってみてもいいんじゃないんでしょうか。私はですね、多分1ヶ月で、解約すると、うむいえーす、はい、まあそんな感じです、バイバイ。あとね、名前の横に公式アカウントマークがつきますよ。